税の仕事では、様々な業種の方々にお会いするため、知見が広がり、会話を通じてコミュニケーション能力がアップするなど、日々自分自身の成長を感じています。私は、簿記や税法の知識もなかったので、最初は研修についていけるか不安でしたが、たくさんいる同期の中には、私と同じような方も多く、一緒に勉強しながら知識をつけることができたのはもちろん、全国に頼れる同期の仲間を作ることができて本当に良かったです。多忙な時期もありますが、基本的に残業は少なく、自分のペースで仕事が進められ、仕事の予定に合わせて休暇を計画的に取得しやすいので、仕事だけではなく、プライベートも充実しています。国税の職場は産休や育休など福利厚生制度も充実し、職場も制度を利用しやすい雰囲気があるので、仕事と生活のバランスの取れたキャリアを送ることが私の今の理想です。国税の職場には数年ごとに異動があります。でも業務内容が税に関するものであることには変わりはありませんし、新たな環境で新たな同僚たちの仕事の進め方を見て、新しい着眼点を学べるなど、移動することはいいことの方が多いです。税務調査や申告相談で納税者の方とお話しするときには、専門的な言葉ではなく、相手の立場に寄り添い、わかりやすく説明することを心がけています。私たちは、皆さんと一緒に、国税の職場で、働けることを、楽しみにしています。